はい、皆さんこんにちは、アチでございます。ひーさんです。参考人13ですね。やっていきましょう。私は訓練を、まだ訓練やってないんだよね。訓練やりましょうか。リュウゼンさん多忙だね。一応まあ誘ってみますか。うん、またの機会とさせてくれ。あ、そうなんだね。始めるぞ。あ、なんとか行きましたね。料理様が名刺を集め、わあ、宴を催すと。あ、どうぞ。良い日和でございます。はい、どうも。失礼。あれ、少ないね。あ、料理さんのね。おや、おそこにいるのかと。良き日和ですな。ああ、当院さんだね。内政しましょうか。商業、まだ商業、商業行けないの？もう行った？マックスまで行ってないよね。人がいないのか。じゃあ、いや、人がいなかったらここで出ないからね。ということは、あ、まあここを開けときましょうか。そうだね。検索一承知した。入った。愛鳥運勢が白素で、あ、本当北伐が始まるかもしれないね。はい。え、いっぱい行ってるね。ちょっと待って。はい、白地の城塞破壊できたぞと。入った。どこまで行ってんの。ああ、今やり合ってんだこれ。はあ、え、助手さんいるよ。ああ、でも負けないね、これだったらね。13万。おお、いいんじゃない。うん、いいんじゃないでしょうかね。これ勝てますね。で、訓練終わったから、あ、まだ終わってないわ。内政しときましょう。ああ、できない。こう出たか。まあ、今回は采配のね、今回のシリーズは采配が全然ないと思うんで、ほとんどないと思うんですけどね、よほどでない限りは。はい、こっちね。ああ、格役さんか。格役さんでも悪くないんだけど、ハンションさんがいたらやっぱハンションさんに行くよね。はい、ああ、巨匠ね、襲ってください。私何してんの。終わった。あ、終わったんだね。さあ、じゃあまだまだ開けていきましょうか。ああ、そっか、人不足なんだ。人不足なんだね。ちょっと待ってね、上昇したいので。上昇ね、上昇5回。ああ、でも全部で10回やらないといけないのね。あ、いやいや、ごめんなさい、こうじゃなかった。上昇やりましょうか。あ、よくおいでくださいました。せっかく来たんでね、寄っていきましょう。よくおいでくださいました。はい。で、あ、酒場も行っちゃおう。明らかに人不足だね。ちょっといい。チンシンさん、あ、これは義だね。ごめんなさい。ミスっちゃった。で、管理で、あ、上層できない。え、功績上げられる部長がいません。あ、そうなんだね。じゃあ、そうだね、じゃあ内政しましょうか。農業だね、私の得意はね。検索いたす、たまわん。あとはちょっとちぎる方向にも行かないといけないんですよね。そうだね、ちぎる方向にも行くこと考えましょう。わあ、龍泉さんしかない。すまぬ、秋着手する。いや、あ、花から当てにはしませんでしたからね。すごい組み合わせだねこれね。
さて、まあ、うちの神さんまだまだだからね。ああ、諸葛亮さん、いや、半剣さんだね。いや、ちょっと待って。ああ、そっかそっか、半将さんは取り合いになっちゃうんだよね。長子、長飛の子供だね。なんか長飛の子供って感じしますね。武力だけちょっと高いっていう。ああ、長藤さんもいたのか。ああ、まあ半剣なら行きましょう。失礼します。おいと内政、商業、あ、いける。あー、陽子さんだね。考えがござる。承知した。はい、こう出たか。なんかあれだね、もう報酬が全然受け取れないのがやっぱり人が少ないからなのかな。あ、まあ一人やってるのもあるわね。そうだね、まだできない。あ、上層できないね。そうか、酒場寄ってみましょう。聞いてくれ、武藤、武藤はね、武藤は将軍じゃなくて義軍でしょね。ちょうどギリギリだけどね。さーてと、人材、長老さん落ちないよね。あー、無理だね。まあしばらく内政しましょうか。検索いた、構わん。本国だけど何人いんの。13人しかいないんだよね。そのうち長恩さんがあのあれしに行ってっからね、今前線出てっからね。構わん、着手する。よう聞こう。おお、どうぞ。いいですよ。はい、どうぞ。構いません。あ、任務担当外れちゃった。じゃあ、すっことないし。龍禅さんは何？あー、宝物興味あるんだね。親父と一緒だね、これね。酒、宝物、親父と一緒ですね。あと、親父は武器も好きでしたけどね。ここに何かある？あ、酒あるわ。あ、私、馬持ってないね。あ、買っちゃ、あー、買ったらお金吹っ飛んじゃうわ。でも欲しいね、これメタハイなんかね。買っときましょう。で、じゃあと。じゃあ、普通の人ご用件は何ですか。検索いたす。できる人いるかな。うわぁ、これじゃ訓練だね。あ、巡察もできない。え、あの人、あの人がいる国はもうあれなんだね。言うことないんだね。じゃあもうこれしかないか。検索いた、構わん。で、こっちは動けないよね。そうだね。20も上がったよ今。え、この人20も上がるんだね。おや、どうされました。検索いたす。相性はいいのかもしれないね。お、ありがとうね。あ、1個上がったね。プラス1になりましたね。さっきプラス、さっきまでプラス4でしたからね。あ、武藤抑えたね。はい、あ、確証。え、はは、首都変わったんだね。来客です。あ、主君さん、飛行ちょっといい。はい。はいはい。あ、うん、ポッポないないしますよ。こうなったぞ。はい。ああ、チョンさんだね。おっと、はいはい。おお、すごいね、この人上がるの。あ、でも11か。ちょっと待ってね。あ、投資はそのまま残ってて、あ、これ投資拡張もしないといけないね。さあ、じゃあね、人材、引くもいってかと。引くもい、引くも、引くもいってかと。あ、あ、あ、ちょっと待ってね。高専さん98だよ。
中世やめておこう。さあじゃあ私は行きましょうか。向かうね。あ、馬買っててよかった。皇陵に向けて出発。皇陵はここ？あ、いいやんだね。皇陵ここだよね。あ、これ甲州か。皇陵に向けて出発。ここ？あ、甲州だね。ごめんなさい。あ、そういうことか。義と語がやるんだね。それはいいことですね。はい。武とが主導になったんですね。さあ、じゃあ、チョンさん困ってんね。ちょっと助けてあげましょうか。はいと。変わりないか。すまない。で、内政をね、商業。武とね。ね、これはここにお任せしましょう。で、内政、そうだね、商業。いや。神さん農業にしてしまいましょう。はいと。で、この人ね、誰行こうかな。あ、小西さん、小西さんってものかな。見た目とは裏腹に政治家だね、文官だね。ああ、半慶さんだね。あ、取り合いになっちゃった。はい、なるほど、こうなるか。すまない。あんまりあれだね、あの武将は単純だね。じゃあチョンさんとも違うか。これはこれは検索いたす。ダメかな。ああ、よかった。よかった。軍師重、何？軍師、軍事重心だもんね。まあでも武将は単純だからいいよね。これはこれは。考えがござる。まあでもどんどんお亡くなりに行く感じがしますね。あ、チンウンさんがかっこっち帰ってくるの？もともとあれだよね。あの、可否の時に、劉備さんと一緒にやってたんだよね。で、魏に行って、曹操さんの方にね、行って、また帰ってきたんだよね。帰ってきたんだね。まあ、かなりの政治家ですよね。あ、ヒー様少しお力になっていただけませんか？と。下手すると私もない、軍事内政重心の座が危ういくなりますよね、ヒーさん。チンゴさん来ると、うん、ちょっと農民に口添えしましょう。我が舌を持って意を通さ、聞くだけは聞くといい。さあ、ああ、これだな。ああ、おらが慣れたか。そうか、裏書かれちゃったね。これも書かれるのかな。こうすれば問題などない。しかし、そうか、はい、全て読み通りよ。なるほど、そういう見方も。じゃあちょっとこれはこれはとキャッキャフフしましょう。考えがござる。お金もっと増やさないといけないね。どうしばく増やせないとね。ああ、高僧侶さんが降伏しちゃいました。はい、あ、来た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 。武具収集費かな。あ、違うんだね。はい、行きましょう。で、何かできる？あ、商業行けんだね。ちょっとこちらでお願いしましょう。考えがござ、構わん。人事できない？あ、はい。派遣してんだね。引くもいってかと。あ、これって捕虜になってんのかな。
いや、捕虜にはなってないね。ああ。引くもいってか、引くもい、引くも、引くもいってかと。じゃあね、農業してもらいましょう、うちの神さんにね。あ、神さん無理だ。こっちかな。うわ、神宮さんいる。まあ、政治が低いのは助かるね。考えがござ、構わん。じゃあ私は酒場行って。よき案がある。あ、じゃあね、この辺で時間が許しくなりましたので終わっておきましょうか。ひいさんで、さぼうし13終わっておきます。どうもありがとうございました。